払拭しないこと、ね、そんなケトリンさんと昨日僕はですね、ロボットガールズのニコ生を見ていたんですけど、スカイプでほぼほぼ生で見ましたね。そう、すごかった。なんか多分水瀬さん以外の人俺会ったことないっぽいから、誰がどれか分かんなくて、何役の人か、そうそうそう、だからねすごい見ててハラハラして、なんかちょっと伸び盛りの女の子たちが自分が自分がって前に出る光景って、知ってる人だとちょっと微笑ましく見えるんだけど、知らない人だと俺怖くって、女子校ってさ憧れるじゃない普通の人って、実際いたら怖くなんない？どうでしょうね。つうか、俺はそのニコ生を見てないか分かんないですけど、本当になんかそんな感じだったんですか？なんかみんな主張が強いのよ。うがった見方じゃないですか。そんなことない。そんなことない。本当ですか？だからボケ役、ツッコミ役、レシーバーがいるとか、そういうバランスが悪いのよ。ああ、でもやっぱり、そういうのってやっぱり、経験を重ねた、そうなんだよね。もう、上の女性陣の方々は分かるじゃないですか。でも若い人たちはやっぱ慣れてなくて、そうなんだよね。コミュニケーションがなかなか取れないってことだったね。そうなんだよ。だからちょっとハラハラしてて。ああ、見てて心配になる感じ。ちょっと心配になって。ああ、業界の先輩がハラハラしながら見てる。いやいやいや、そこじゃねえだろうよって。あと、司会を立ててほしかったね。あ、司会いなかったの？いないいない。え、それはきついですね。主役の子が多分真ん中に座ってたから、主役の子だと思う。Z ちゃんの子だと思うんだけども。なんだ、司会なら俺が行ったのに。え？呼んでくれれば。呼んでくれればよかったのに。このリアル機械獣みたいなのが？グレートちゃんでいたすとめっちゃ出ますとか、ちょい。ケドインさん。すごいいっぱい出ます。わかりますわ。こいつらクズクズだ。すごいいっぱい出ますよ。もういっぱい出ますね。はい。そっか。ね。お前らの溢れ出る何か講師力が。そうですね。講師力がな。俺の講師力エネルギーがね。入りたいオンしてほしいですね。してほしい？グレちゃんにね。